はい、こんにちは、ケンユウです。本日はですね、マンゴーのお話です。今マンゴー旬ですね。沖縄県でもね、ファーマーズ直売店行くとマンゴーがね、ずらりと並んでマンゴー一色になっているんですけれども、今日やるお話はですね、沖縄のマンゴーと宮崎県のマンゴー、どう違うの、味とか品質評価どうなので、組織の形態どうなってるので、ブランドってどうなってるのについてね、詳しくやっていきたいと思います。まあ、題して沖縄マンゴー vs 宮崎マンゴーですね。はい、で少し結論から言うと、申し訳ないんですけれども、ブランド化に成功して品質も高く評価されてるのは、沖縄のマンゴーじゃないんですよ。宮崎のマンゴー、太陽の卵と言われる、あのマンゴーですね。今、ネットでパパパッと調べると、2個で7000円とか8000円とか、まあ、サイズにもよるんですけれども、まあ、1個7000円とかもあるけどね、まあ、かなり、高単価で、売られております、宮崎のマンゴーね。じゃあなんでそんな宮崎のマンゴーでここまでトップブランドになったのか、沖縄のマンゴー一体どうなってるんだっていうことをね、少し今回やりたいなと思います。でちょっと長尺になるかもしれないんですけれども、きちんとね、学術研究の裏付けが少しあるので、で僕昨日夜ね、この論文を見つけて、わ、すごい面白いなと思って、ぜひ紹介しようと思ってね、オープンアクセスで、まあ、読めるので、ぜひね、あの皆さんも、はい、原本読んでもらいつつ、僕の動画も見てもらいつつということでね、紹介していきたいと思います。はい、でこれはですね、沖縄のマンゴーをディスってるわけじゃないんですよ。宮崎県のマンゴーから、マンゴーの栽培からね、どういうことが学べるのか、こういうふうにしていったらいいんじゃないかっていうね、まあ、きちんとね、学ぶっていうことが大事だと思っているので、あのぜひね、マンゴー栽培されている方、マンゴーを、好きで消費されている方、ぜひ、ご覧ください。はい、で少しですね、あのマンゴーの歴史を言うと、1990年代ぐらいはね、こう沖縄県がものすごくトップシェアを、国内トップシェアを、になっておりました。 90% ぐらいね、 92% ぐらいだったかな。でこれがつい32年前ぐらいのお話です。32年前沖縄県が、90% の、マンゴーシェア、国内シェアを、獲得してました。しかしながら今現代ですね、どうなってるかっていうと、沖縄のマンゴー大体半分ぐらいです。 50% ぐらいで、残りの 30% が宮崎産だったかな、 30% が宮崎マンゴーで、10% ぐらいが鹿児島で、残りがこうちらほらっていう感じですね。はい、うん、これがまあ2015年のデータだったんですけれども、今ね、もうちょっと宮崎マンゴーの方が多いかもしれないです。はい、そういう現状です。で宮崎マンゴーね、めちゃくちゃ伸びてきていて、影響力も名前も知名度も、かなりバーッと右肩上がりに上がってきております。ということでね、今回やるのは、宮崎マンゴーなぜトップブランドになったのかっていうのを沖縄県のマンゴーと比較しながら、やっていきます。で宮崎県の7つの戦略、すごく学ぶべきこと、あったので紹介していきます。宮崎県はね、まずはじめに大枠ですね、大枠パッとお話をして、一つ一つね、学術論文を参考に深掘りをしていきたいと思います。で一つ一つねやっていきたいと思います。まず7つの戦略があります。宮崎県ね、木の上で完熟させた完熟マンゴーというのを売りにしていると。でこれを、完熟マンゴーを作るためにネット収穫方式というものを採用している。これもね、あのものすごく多大な努力があったと書かれておりました。で3つ目、ブランド太陽の卵の成功ですね。これネーミングがいい。4つ目、ネーミングがいいあのマンゴーと卵だったらマンゴーの方が上なのに、卵でやるとネーミングがいいっていうね、うん、結構面白い。はい、で5番目、東国原知事のトップセールスですね。あのそのまんま東さんって言われる、もともと笑い芸人で2007年ぐらいかな、宮崎県の、県知事になられた方ですね。で、6つ目、加温栽培による早期出荷、加温栽培による早期出荷、今7月8月マンゴーのピーク、沖縄県はねピークですけれども、それ以前にねこう栽培をする仕組みというものを確立しております。で7番目、ここめちゃくちゃ大事だと思います。宮崎は一つというね、キャッチフレーズのもと、生産者、JA 県がですね組織的に機能して、マンゴーのブランド化を、作っていたと。でここら辺はね、沖縄県めちゃくちゃ苦手なんですよ。ここら辺を学ぶっていうのはね、非常に大事だと思います。ということでね、早速やっていきましょう。沖縄県のマンゴーと宮崎県のマンゴーですね。はい、やっていきましょう。はい、それではね、論文の方に入っていきたいと思います。これね、オープンアクセスで読めるので、ぜひ、原本の方読んでいただきたいなと思います。時間がない方はね、僕と一緒にこうさらっと、まあ、内側の内容を知って、で深く知りたいなってところだけこう、ご自身でアクセスされてください。宮崎県マンゴーがなぜトップブランドになったのか、沖縄
ここ打てばね、 Google でここ打てば出てきます。 PDF がダウンロードできますのでぜひ読んでください。で、一応ですね、ちょっと解説していくと、サイニーというところでね、出ておりました。ここはね、論文を集めるプラットフォームなんですけれども、ここから出ております。ジャーナルは、雑誌の名前ですね、産業総合研究、これ2019年に出されております。はい、2019年にね、石木さんという方が、書かれております。宮崎県というものはですね、7つの戦略があって、それ一つ一つねやっております。はい、では1個目ですね、こちら完熟マンゴーへのこだわり、木の上で完熟させたマンゴーへのこだわり、です。ちょっとね、歴史を紐解いていくと、宮崎のマンゴーって1988年、マンゴー250キロ作っております。1988年、32年前ですね、250キロを初出荷しております。32年前。はい、でこの頃ってね、もう相手にされなかったんですよ、宮崎のマンゴーって。もうここにも書かれているんですけれども、知名度が低くて、地元宮崎でも今あんだけ太陽の卵有名なのに、地元宮崎でも試食さえもね食べてもらえないマンゴーですとか言って、それなんだよこれ食べないみたいなね感じになっていたらしいです。でこの頃はね、その品質がも、評価されずに、で炭疽病っていうのがあるんですよね。こう雨とかに打たれて、カビとかが原因で、黒いスポットが、出るんですけれども、なんか出荷時はねそんな出ないんですけど、時間が経つと、数日置くと徐々にポコポコポコって出てくる、炭疽病って言われる、病気がね多く発生していたため、かなりこう、敬遠された、ものですね。はい、で一方この頃沖縄はどうなってたかっていうと、沖縄ではですね、ちょうどタイミングがよく、見栄えですねが根絶された時期なんですよね。売り見栄えの根絶とか聞きません？結構、農作物を、沖縄とかねの農作物をめちゃくちゃ荒らしまくる、売り見栄えっていうのがあるんですけれども、これがね根絶されたんですよ。これ結構ねニュースになって、うおーっていう感じでね不妊化放出って言って、こう、妊娠ができなくする、新しい繁殖活動ができなくする、オスか何かを放って、でそれでね徐々にこう売り見栄えの根絶っていうのをしていったんですけれども、1993年にようやく根絶された。でこの根絶がされたと同時にですね、マンゴーが、当時は安い外国産マンゴー、メキシコとかからかな、入ってきていたんですけれども、この売り見栄え根絶をきっかけにですね、かなり、国内シェア上がっておりました。1993年、平成5年ですね。僕の誕生日が1992年なので、僕は1歳の時、はい、沖縄県っていうのは、国内シェア 91% 取っておりました。すごいですね。で、宮崎マンゴー後発の宮崎マンゴーは、この、先行する沖縄県とは違う切り口を取っていかないといけないと、独自性が必要だった。でこの独自性って何かっていうと、木の上で完熟させる完熟マンゴーを作ったんですよ。で沖縄のマンゴーね、木の上で完熟させているかっていうと、どうもそうではないらしいです。はい、で沖縄のマンゴーはですね、8から9割熟したマンゴーを、枝を剪定して、これを出荷すると、8から9割程度熟したマンゴーを、出荷する。完熟ではないんですよね。で僕たちが食べてるマンゴーって 90% 以上、 95% ぐらいかな、市場に出ているマンゴーってアーウィンと言われる品種なんですよ。アップルマンゴーですね、アーウィンと言われるアップルマンゴーが主流なんですけれども、これね完熟したらねポトって落ちるんですよ、木の上からポトって落ちるんですよ。でこの状態が一番美味しいんですよはい、で もしかしたら皆さんが食べているマンゴーは、完熟じゃないマンゴーかもしれないです。はい、沖縄県産のマンゴーは、ほとんど、8割から9割程度熟した段階で収穫して、そこからおろすので、なかなかね、完全に美味しいマンゴーではないんですよ。でここに目をつけたのは宮崎県っていうのは、この木の上からポトって落ちたマンゴーを完熟マンゴーとして売るっていう戦略を、取りました。はい、すごいですよね。僕たち農家はですね、こうマンゴーポトって落ちたマンゴーをね、落ちたらやっぱ打撲して傷がついてね痛むんですけど、やっぱ美味しいんですよ。はい、バナナもそうですけれども、何でもね、木の上で最後まで完熟させた方が美味しいです。ドラゴンフルーツもね、あれは追熟しないので、
より株の上で、木の上で育ったマンゴーのドラゴンフルーツの方が美味しいっていうのもあるんですけれども、まあ、ほとんどのフルーツそうです。はい、早取りするとねやっぱりね食味が落ちるんですよね。うん、で、ここ一番気になると思います。じゃあ宮崎マンゴーと沖縄マンゴー、ここですね、産地別で味や品質の評価はどうなの、産地別で味や品質の評価どうなのっていうことについてね研究されております。いやすごいね、なんかここら辺のね味の評価ってねやっぱりね主観的になるんですよ。うん、やっぱ、農家ってね自分が作った野菜とかフルーツはやっぱ、愛情が入るし美味しいっていうのが、あるので、やっぱりその客観的に、きちんとどういう分析がどういう成分がいっぱい入っていて、こういう味があるっていうのをきちんとね統計的に調査をしないといけないですよね。これをやったのが、この文献です。でこっちも引用してるんですよ。で、中村学園大学っていうね、このまあ、短大、中村学園大学と中村学園短期大学ですねの、研究企業にですね、書かれておりました。マンゴーの品質評価法の検討と品質の産地別比較っていうこう、文献にですねあったようです。どうやらこれはね、うん、で、ここで何をしてるかっていうと、これはマンゴーの成分、各産地別のマンゴーの成分を示しております。名護を黒い、線ですね、で灰色宮古島さんで、点線っていうのかな、こう点線が宮崎さんで、ちょっと、かなり、点が何だろう、小さい点がメキシコさんというふうに、4つの産地別の解析をしております。でこれを見るとね、注目してほしいのがここ宮崎なんですよね。宮崎がこれですね、見えますかね、この、粗い点線ですね、こう粗い点線があるんですけれども、はい、まあ、グルコース、糖ですね、これはブドウ糖です、スクロール、これは諸糖と言われるね少し甘い糖になります。はい、で、酸度、クエン酸、まあ、酸っぱさとかね、あと総ポリフェノール、体にいいですよね、こうワイン、赤ワインに入っていたり、まあ、タンニンとか言われますけどね、こうチョコレートとかにも入ってたりね、はい、いろいろこう体にいい成分で H と L 値っていうのは、これちょっと難しいんですけど、 H っていうのはこう赤色、色彩ですね、色彩の赤がどのくらい強いか、というものです。でこれが強いと赤で、これが弱いとね緑色っていう感じですね。で L っていうのは黒か白かっていう話ですね、ここが強いと白、弱いと0か100かで、評価されていたと思います。はい、まあ白色か黒色かっていう話ですね。まあこれはそんな変わらないのでいいと思います。で、硬さ、スクロール、グルコースですね、はい、こういうもので評価されております。でまあ注目してほしいのは本島の名護と、ここなんですよ、宮崎さんのマンゴーどう違うのか。で名護のねマンゴーね酸っぱいんですよこの評価を見ると名護のマンゴーねすごく酸っぱいんですよ。酸度がね、かなり高くて、クエン酸も高いんですよ。で一方で宮崎さんのマンゴー、どうなってるかというと、ポリフェノール、まあ、体にいい成分がめちゃくちゃ多くて、これは なんででしょうね、で、酸度とかクエン酸も全然入ってないんですよ、うん、なので食味とかねこう味が結構美味しい。で、さらに名護のマンゴーね硬くないんですよ、柔らかい柔らかいで、宮崎さんのマンゴーはそこそこ硬さがあるんですよね、うん、面白い。で、諸島に関してスクロールに関しては、名護と、まあ、宮崎さん、どちらもそこそこ入ってるんですけれども、名護の方が、糖度は高いようです。糖度は高いんですけれども、やっぱりね、酸度とかねクエン酸がかなりたくさん入ってるので、そこそこ酸っぱいという風な研究結果、まあ、評価になっております。これ面白いですよね。でやっぱメキシコから来るマンゴーはですね、輸送に耐えないといけないのでかなり未熟な状態で入ってきます。でかなり未熟な状態で入ってくるとどういうことが起きるかっていうと、最初そのグルコースと言われるブドウ糖が高いんですよね。で未熟な状態で取ると、でこれがね、多く残っちゃう、ほとんどのマンゴーっていうのはかなり木の上で完熟させるとこのブドウ糖のものが減って、スクロースというか諸糖が増えるんですけれども、これがねない、ここに歴然の差がありますね。ちょっとね渋みがあるようなマンゴーになっております、メキシコ産ね。なので外国産を買うときはここら辺の、まあ、成分がこういう風な感じこう分布になっているよっていうことをね、意識して食べる人いるかなまあまあこんな感じですね、はい、こんな感じになってると。でこれがね成分なんですよ。でここら辺に、書いております。宮崎さん、総合評価最も高く、
ポリフェノールが一番多い、クエン酸が少ない、甘い香りが高く果汁量も多い、色調も高い、色調も高い、ここですね、 H とか L 調の、L 値の色調ですね。はい、宮古島さん、繊維が少なく滑らかな食感、宮崎さんと類似する部分が多いが味が薄い、味が薄いですね。はい、宮古島さんは味が薄いと、同じマンゴーでも、作った場所によってこう味のね濃淡が出るっていうことが面白いですよね。名護さん、酸度クエン酸が多く、酸味が強い以上一行一行で終わるっていうね。はい、はい、こんな感じです。で、こう官能評価もされております。まあ、人が食べてねどういう風に感じるか、という評価ですね。これはですね、名護が、ね、白、名護がここですね、これが名護で、宮古島が黒で、宮崎がね、ここのちょっとゼブラ模様というか、こうなんだろうな、左側から来る斜線、左上から右下に来る、斜線ですね。で、一方右上から、左下に来る斜線がメキシコ産ですね。まあメキシコ産は無視していただいていいですよ。はい、あんまり食べないので、今は、今気になるのはこの名護と、ここですね、名護と宮崎ですね。はい、で、どっちから行こうかな。まあ、香り、まず香り、青臭さではなくて、香り、甘い香りですね。甘い香り、名護、低いっす甘い香りしない、うん、まあするけどね、するけどこんななんですよ、マイナス点なんですよ。で、宮崎県のマンゴー、甘い香りめちゃくちゃする、甘い香りめちゃくちゃするんですよこれなんでみたいな、こう僕らが嗅いでるマンゴーの匂いはあれは何、甘くないのみたいな状態になっております。はい、で、甘味、甘い香りしないのに甘味は高いっていうね、こう甘味は高いんですよ、名護のマンゴーね。で、宮崎県のマンゴーもそこそこ甘味があると。で、でもしかしながら酸味がね強いんですよね。うん、あの名護のマンゴーは酸味が強い。で、宮崎のマンゴーは、かなり、酸味が低いということがあります。で、滑らかさとかもね、かなりいい感じで、まあ果汁の量もね、宮崎産のマンゴーの方が多い。これ果汁の量ね、果汁の量、宮崎産のマンゴーの方が多いと。で、まあ味の濃さ、まあ名護のマンゴーの方が味が濃いんですけれども、まあここら辺のね、甘味とか、甘味じゃないな、こう香りとかね、はい、香りとか酸味とかでね、かなり、まあ味が濃いんだけれども、結局総合点で言うと、宮崎産マンゴーの方がね勝っちゃうと。で、この上のアスタリスクは何を表してるかっていうと、これはね、十分な分析量を調べましたよっていう、まあ優位差っていうのがあるんで、優位差って言われるんですけれども、きちんとねこのサンプル量が十分達しておりますよという、まあ印みたいなものです。はい、まあまあそんな感じで、まあ結果ですね、うん、宮崎県の方が、まあ成分分析の結果、ポリフェノールも高いし味もいい、ね、味もいいと。宮古もね結構そこそこ頑張ってるんですけどね。はい、メキシコさんはねなんかもう評価軸が違う。はい、美味しくないゾーンに行ってますからね。はい、残念です。はい、そんな感じで、まあ沖縄県のマンゴーと宮崎県のマンゴー、ここまでね、だから学術研究をもとにこういう違いがあるよっていうのがねすごい面白いんですよ。はい、でやっぱりその完熟マンゴーがそういう風にしているかもしれないですね。完熟マンゴーが、そういうことにしてて、完熟マンゴーを実現したこの、まあ、技術が面白いんですよ。これをね、作るネットっていうのがあるんですよ。ネット収穫方式というものをやっております。まあ、沖縄県はね、剪定収穫といって、まあ袋をかぶせるんですよ。袋をね、で袋をかぶせて8割9割方熟したなっていうものを、ハサミで切って取ると。で宮崎県の方はね、ハサミを使わずにマンゴーが自然落下するのを待つと。でその自然落下で落ちるから、そのネットをかけないといけないですよね、専用ネット。これね、誰が作ったかっていうと、これなんて読むのかな、淳正一氏かな、これ盾と読むんですけど、これね奇変に盾なんです。これ盾と読むんですけど、まあ淳とも読むんですよね。淳とかね、正とかね、淳旬とかね、淳正一氏ね、うん、ちょっとねググったんですよ。かなりね、すごいこうかっこいいイケメンなおじい様でしたね。はい、この方です。宮崎日経新聞の、この方ですね。はい、すごくかっこいい、うん、かっこいい方ですね。はい、宮崎市、佐渡原町かな、うん、この方です。JA、斎藤でいいのかな、技術員だった淳正一さん70歳、当時70歳、2年3年前なの、今74歳でね、若い
お若いが3、4年かけて完熟マンゴー専用ネットを作成で、これね沖縄僕糸満市っていうところでね、農業してるんですけれども、まあ糸満市でもね見かけます。この完熟マンゴーを収穫するための専用ネットを使ってる農家さんね、今結構多いと思うんですよ。沖縄県でもねやっぱり、宮崎県のこう真似をしてというかね、こういいところ取り入れて、作ってる人たちすごい多いと思います。このアイディアはねすごくいいんですよ。で実際どういうネットかっていうと、こういうネットですね、見たことあるかな。こうマンゴーがあって、ここにネットが固定されていて、ポトッとマンゴーが落ちてもね傷がつかない。でこれ最初ねすごく作るの大変だったようです。マンゴーっていうのはね、この色調をこの先行色といって鮮やかな赤色を出すために、まあ太陽に当ててね、紫外線を、にちょっと当てないといけない時期があるんですよ。でこのネットね、日焼けの跡とかが残るんですよね。はい。でこれをすごく改良に改良を重ねて、その日焼けの跡が残らず綺麗なこう先行色が出る、かつ、完熟した時に、衝撃をすごく和らげて、はい、めちゃくちゃいい状態で撮れるっていうね、ネットにかける思いがすごい、3、4年で作ったっていうこのネットにかける思いがねめちゃくちゃすごいですね。はい。これはね結構良かったっすね。はい。沖縄の場合は日差しが強いので、マンゴーが日焼けするための収穫袋を使用している。そうなんですよ、ここなんですよね。結局適度な太陽の光が必要なんですけれども、紫外線ってか、沖縄ね なんだろうめちゃくちゃ強いんで、亜熱帯性地域なのでね、強いんですよ。はい。まあね、専用ネット使ってる人もおられます、よく見ます。はい。2つ目かな。今3つ目言ってるな。そう、1つ目が完熟マンゴーっていうのの考案で、これを2つ目がこれをするためのネットを作りました。で3つ目がブランドですね、太陽の卵っていうのを、作りました。でこの太陽の卵っていうねブランドのね確立が結構面白いんですよね。で、太陽の卵1998年に、作りました。これですね、22年前ですね。はい。でこれはね糖度15度以上で1玉 350g 以上の独自基準を宮崎県設定して、太陽の卵、というねブランドを作りました。でこのね太陽の卵結構面白くて、こう内側をよくよく覗いてみると、なんと宮崎県で作ってるマンゴーの2割なんですよ。2割、残りの8割はね太陽の卵の認証を、受けれないほど実は厳しいらしいですね。はい。かなり厳しいようです。で8割はもう太陽の卵というブランドがねつけることができなくて、宮崎県産マンゴーとして、販売をせざるを得ないということになっております。なのでものすごくね希少価値が、生まれるということが書いてありました。でいろいろねあったらしいです、そのいざこざが。農家側からしてもね、やっぱりねもうちょっと頼む、基準を下げてくれ。太陽の卵に行くのはすごいちょっときつすぎるから、もうちょっと基準を下げてくれっていうのがあったらしいです。でもね認証基準を低くしなかったらしいですね。でこれはなぜかというと、この文献によればブランドっていうのはね、のれんと革新だって言ってるんですよ。のれんと革新のれんと革新、これね、ブランド とは、のれんと革新であるんですかね。こう学術的なこうなんだろう考察ではないんですけど、この方のね思想が入ってる、だいぶ、ブランドとはのれんです。期待を裏切らない信用ですね、期待を裏切らない信用、で革新というのは業界を革新する、変革する型破りな、革新的商品サービスっていうものを作るために、やっぱり基準っていうのはね下げることができなかった、ちょうど2割ぐらいにするぐらいの、基準じゃないと意味がないということですね。はい。で、太陽の卵、2割ぐらいのね、全体の2割ぐらいの、ものにしか、太陽の卵という名前がつかないので、かなりね、ブランド認証基準はそれ以上の効果を生んだようです。結果で、希少性と価格高騰ですね。はい。価格高騰と希少性、すごい、面白いですね。はい。太陽の卵は、認証基準全体の2割にしたことによって希少性が生まれ、価格が高騰したと、はい、そういうことになっております。ここら辺結構面白いですよ、読むと、いいと思います。まあ、ものづくりと、ね、されてる方とかね結構参考になると思います。まあ、あえてそうするってね、でですね4番目、ブランドの
太陽の卵、これねネーミングがめちゃくちゃいいようです。ネーミングがね、沖縄もですね宮崎県に対抗すべく2012年にですねブランド作ってます、はい、これ知ってる方多分少ないと思うんですけれども、やっぱ PR 力が弱いでしょうね。チュラマンゴーというブランドでやってるようです。はい、僕もね最近知ったんですよ。はい、沖縄県も2012年8年前に、その太陽の卵に対抗して、チュラマンゴーというのをね、商標登録しております。チュラマンゴーですね。はい、チュラマンゴーの認定基準も、かなりね太陽の卵に即したものがあります。で、一部では太陽の卵よりもハードルが高いと言われております。で、基準見てみると糖度15度以上ですね。で、大きさね、これ 3L なんですよ。大きさ 3L で、ここね太陽の卵 2L なんですよ。で、 2L っていうのが 350g ですね。で、チュラマンゴーは 3L の 450g 以上なので、太陽の卵よりも一回り大きいものしか認証、されないと。なのでハードルが高い、うん、で、さらに色彩、色ですね、これが真空色じゃないとダメだよということで、まあ味よし、大きさよし、見た目よしっていうね、こう三拍子揃わないとダメなものがチュラマンゴーなので、チュラマンゴーの方がね美味しいかもしれないです。はい、でここら辺はね、僕食べ比べをしたことがないので、すごく微妙ですけれども、かなり、まあこういう基準を、まあ、かなり難しい基準を設定しているにもかかわらず、あまり周知がされてないですよね。うん、チュラマンゴーはあまり周知がされていないですよね。で、この原因を考察してるんですけど、太陽の卵はねやっぱネーミングとして優れているらしいです。はい、で、卵っていうのはね、恐竜の卵に似ていて、ここはちょっとはい、いろいろあると思いますね。まあ、読みます。はい、恐竜の卵に似ていて、炎のような赤色が太陽の国、宮崎にふさわしい名称だったことから公募で採用された。で、この太陽っていうのは南国、太陽の卵の太陽っていうのはね南国らしいイメージで、分かりやすく語呂がいいと、うん、確かに、秀逸なネーミングと言っていい。で、一方その、チュラマンゴーは悪くはないんだけれども、チュラマンゴーね悪くはないんだけれども、チュラっていうのは沖縄のね観光名所に多く使われているんですよ、うん、例えばね、チュラ海水族館とかね、うん、確かに使われてる。で、他にもね、まあ、チュラさんとかね、こうドラマにもなったしね。で、チュラビーチとかもあるしね、チュラカーギーかな、かわいい方言チュラカーギーって言うんですけど、まあ、チュラっていうのは結構見るんですよね、うん、なので、沖縄ということはイメージはできるんだけれども、これは一般的にも使われてしまっていて、独自な、まあ独自性がないと。もうマンゴーにね、確かに太陽の卵と比較するとネーミングとしては弱い印象を受ける。何が良かったかな、うん、まあ、結構面白いですよ。例えばね、こう皆さん貯金とか使われ言葉ね、貯金とか使われてると思うんですけれども、あれね、銀行預金じゃないんですよ。こうゆうちょ銀行に、お金預けることを貯金で、普通の一般的な銀行に預けることを預金っていうんですけれども、皆さんねお金を預けることを、貯金というんですけれども、まあ、こういう感じでね覚えやすい語呂のいい、言葉を使うのがね、いいと言っております。はい、で、例えば宅急便もあれ黒猫ヤマトのね商標なんですよ。黒猫ヤマトの宅急便で、荷物が届いた時、あ、宅急便届いたよって言うんですけど、あれ本当はね宅配便なんですよね、うん、宅配便で、これも黒猫ヤマトの戦略で、宅急便をこう、まあ、語呂のいいというかね、こう、まあ、なんかね呼びやすいとか覚えやすいとか頭の中に残るようなこう、うん、音にしてるっていうのがねすごく面白いなっていうのがありました。はい、次、東国原知事、ちょっと長くなってるな、30分ぐらいになるかも。東国原知事のトップセールス、これね、2007年、東国原知事が、そのまま東さん、もともと芸人です。はい、2007年、県知事に、選任 出馬し当選しました。で、当時ね宮崎県の知名度が低いことものすごくコンプレックスだったようですね。で、宮崎県は全国的にもっと知名度を上げたいと。で、これを、宮崎県を全国区に押し上げる、まあ、ツールとして、完熟マンゴー、宮崎県の太陽の卵を使ったんですよね、うん、はい、で、かなり、押し出していたようです。いろんなところで PR をして押し出していたようです。
県知事がねこういろいろ言っております。はい、安いものを、なんて言ってたかそのまま東さん、なんて言ってたか、安いものを捨てる人は捨て、裕福層にターゲットを絞る、ターゲティングです、そしてその人たちが高くてもこれが欲しいと思う、付加価値をつける、宮崎マンゴーを送られた人がこんな高級なものをとありがたみを持てるようなブランドにしようと考えましたということをね、言っております。貧乏人は置いといて富豪の人をターゲット絞るでね、はい、まさにこうまあなんだろうな、ビジネスマンですよね。うん、こう県を、きちんとね PR をして県の知名度を上げる、ことをするためにこうこういうことを戦略をしていたと。はい、うん、まあなかなか勇気がいりますよね。まあ、裕福層に絞るんで2000円じゃない7000円だみたいなね。はい、で包装もね一般的なマンゴーの、段ボールに詰められているのに対して、宮崎マンゴーですね、こう、太陽の卵をきちんと木箱に入れると、そういうことも、まあ、指示していたようです。はい、うん、いいですね。はい、ですね、でさらにこう、面白いのがですね、この、東国原知事さんが2007年に就任した時、これね鳥インフルエンザが流行ったんですよ。高原、高病原性鳥インフルエンザですね、うん、2007年1月23日、鳥インフルエンザがかなり、出てきたそうです。で、東国原知事はですね、この鳥インフルエンザのチャンスピンチをですね、うまくチャンスに、切り替えた人としてすごく有名です、うん、宮崎県産の、地鶏ですね、この鳥インフルエンザ PR のチャンスとして考えて、こう宮崎県産の鳥は安全ですと、言いまくってですねかなりいろんなところでこう宣伝して、まあ、食べていたらしいですね。その結果こう鳥インフルエンザがメディアにね、日常的にこう取り上げられると同時に、宮崎県は鳥の、名産地なんだっていうことがね、まあ、深く浸透され、でさらに県知事のこういった、鳥は安全ですっていう、まあ、PR 活動がですねこう好機して、はい、今では、宮崎県といえばこうマンゴー、宮崎県といえば鳥ということになっているようです。はい、あ、結構面白いですよね。うん、はい、他にちょっとね、あの時間がね少し押しているような気もするので、駆け足で、最後2ついきます。はい、花音栽培による早期出荷、宮崎は1つ、生産者 JA 県が組織的に機能というものをね、パッといきたいと思います。花音栽培、これは何かというと、出荷時期をずらすということですね。沖縄県産マンゴーというのは、ピークが7月から8月ですね、今の時期ですね。はい、まあファーマーズでは、大量にマンゴーが出荷され、マンゴー一色になって、まあ今そういう状況ですね。はい、まあパイナップルとかもあるけどね、はい、置いといて、で、この7月から8月の、時期をね後ろにずらすか前にずらすかっていう話なんですけれども、彼らはね前にずらしております。うん、で、宮崎県はね4月に早期出荷を、行いました。花音栽培ですね。はい、でこれねかなりね、こう光熱費がかかるんですけれども、まあ、原油価格に応じて、光熱費というかね、なんだろうな、重油、うん、重油を燃やして花音、するので、そこら辺のコストがかなりかかるんですけれども、それをペイできたというふうに言っております。4月の早出しマンゴー、この4月っていうのは何があるかというとね、結構面白かったんですけど、母の日ですね、母の日と父の日が、あると。でお中元の、今までお中元のギフトだけでマンゴーをやってたんですけれども、母の日5月の第2日曜日、父の日、6月の第3日曜日ですね、ここら辺の市場規模をごっそり取れるということが、狙い目になっていたようです。はい、面白い、ここら辺も面白い。で、最後これですね、7つ目、宮崎県は1つ、宮崎は1つ、生産者 JA 県が組織的にブランド構築。これね結構ね、参考になりました。ちょっと先に読もうか。宮崎県っていうのはね、かなり早い段階で、組織的に動いていたようです。これは沖縄県との大きな違いですね。 JA さん、県、まあ、あと生産者、組織的にブランド構築を、推進していたというふうに書かれております。1993年これですね、宮崎は一つを合言葉に県内のマンゴー栽培農家約280人は、もう ほぼ全員かな分かんない、これは分かんない、宮崎県、果樹振興協議会亜熱帯果樹部会が発足されて、一体となってやっているようです。で、これ読んだんですよ、ちょっと待ってくださいね、今何時だろう、これ読んだんですよ。沖縄県におけるマンゴー産地の課題と展望という本にね、面白いことが書かれておりました。沖縄県っていうのはね、組織が、産地の組織化ができず、ロットを揃えることができないんですよね。ロットを揃えることができない。で、なんかね、ちょろまかせらしいんですよ。沖縄県では農家が、バータリ的な農家の行動によって、一時的に、集中的に、
こう高い単価で、マンゴー出しちゃうと、はい、こう組織化が苦手らしいですね、県民性かな、うん、そういうところうまくやっているようです。はい、ごめんなさい、あとはねちょっと、ちょっと時間もあるので、詳しく、見たい人はですねここの、文献読んでみてください。すごく面白いためになることがいっぱい書かれておりました。それではですね、今回は、宮崎さんマンゴーがなぜトップブランドになれたのかというお話をねさせていただきました。はい、それ30分で終わると、思っていてバーッと早口で喋りましたけれども、はい、そういう感じでしたね。はい、でこちらです。もし、この放送面白いと思った方ぜひ、グッドボタンの方を押していただけるとすごく助かります。あとチャンネル登録の方もですね、していただけると僕のモチベーションが上がるという仕組みになっておりますのでぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで今回もありがとうございました。バイバイ。